超ムーの世界。世界の謎と不思議に挑戦し続ける雑誌月刊ムーとコラボし、ありとあらゆる不思議な事件や現象を紹介する超ムーの世界。さあ始まりました。島田秀平さんをはじめ、超常現象の研究家やムーの編集長など深い知識を持つオカルト界の重鎮たちが大胆な仮説を立てながら無責任に議論して楽しむエンターテインメント番組。超常現象や都市伝説、秘密結社に陰謀説、世界にあふれる不可解な現象から身近なパワースポットまで、本日は私たちの常識を超えた不思議な世界へとご案内いたします。そして本日のゲストはスーパーガールズの志村梨花さんと田中美玲さん。彼女たちの柔らかい頭脳で真実に迫ることはできるのでしょうか。さらに月刊ムー編集長三上高春さんも自ら参戦。世界の謎と不思議、その魅力に迫ってまいります。さあということで伊勢神宮に行った時のリュックですね、はい、さあということで本日はスーパーガールの志村さんと田中さんです。そして世界の不思議、そして常に挑戦する雑誌ムーの三上編集長です。よろしくお願いします。あれですね、我々このメンバーですと、はい、11月のドラマフリンジの特集の時以来と、うん、そうですね。でしかもその時も超常現象に迫るドラマでしたからね、はいはい、確かに。いやということでですね、三上さん、この超ムーの世界、島田秀平さんが MC ということなんですが、うん、どんな番組なんでしょうか。怪しい番組です。まあ、怪しいね。もうムー自体が怪しいですからね。それに超つけてるっていうね。本当ですね、これスタジオも怪しい感じです。なんか世界観ありますよ ね、これはどうですか。いろいろなユーマとかそういうのもやってる感じなんですね。そうですね、基本的にムーの記事載せた、はい、ネタをですね、はいはい、まあ紙面では載せてないところも含めて、まあ語っちゃおうみたいな。やっぱこぼれ話とか聞けるのもいいですよね。そうね。そしてキックさんもね、出てるということで、サイキックのパワーが果たして出てくるのかというところもありますが、それでは本日のランキング見てみましょう、はい、こちらです、はい、世界にあふれる超常現象の謎ベスト5です。はい、じゃあランキングボードを見てまいりましょうか、うんうん、まずは、はいはいはい、どうぞこちらです、はい、まずは第5位、第5位はこちら、UFO。 まあ、UFO というと、まあ、まさにという感じですかね。では、早速第5位、はい、超ムーの世界よりこちらの映像をご覧ください。今からですね、40年ほど前、1972年に起こったある UFO 事件。UFO が墜落したなんて話はよく、まあ、ロズウェルを含めてあるんですが、はい、落ちただけじゃない、捕まえちゃった、ここが重要。捕まえるってことは、まあ、当然はそんな大きくない。そうか、はい、その捕まえた UFO がなんとこれ、え、これ UFO です。ドアノブじゃないですよ。これ UFO なんですね。これでちゃんと飛んでた、飛んで、ゆら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 飛んでた、で落ちてた、落ちてた、そう、 UFO 取得事件でね。で家持って帰るわけですよ。おう、そうすると持って帰ったんだけど忽然と消える。別の日にこうその田んぼ、はい、最初に現れたところに行くとまたいると。へえ。でまあ、考えるとこんなものが飛ぶわけがない。そうですよね、どう考えたって構造上ね、はい、で明らかにこれ UFO だと。いや、どうも話聞いてると、うん、ね、この不思議な物体があったのは間違いなさそうですよね。まず間違いないでしょうね。中学生 の、 そのお父さんも触ってるわけですよ。へ、なんかタバコ の、 灰皿に似てんなと、はいはい、ザラザラしてるちょっと重いしっていう話をしてるんですね。で別のお母さんはそれがナップザックに入ってるのを見てて、そのピカピカ光ってたそうです。夜中持ってきて、お袋これだとか言って。ちょっと怖い。いやいやいや、こんなちっちゃな形の UFO、ね、意外な意外でした。ですね、ちょっとお二人どうですか、こんな形でしょ。意外ですよ。でも私が見た UFO はめっちゃ大きかったんですよ、はい、だからあれ UFO じゃなかったのかなってすごい今不安になってきちゃったんですけど、いろんな大きさがあるんですね、UFO には。いわゆる母船といって、まあ、
長さがね2キロぐらいあるようなでっかいのからですね、こんなこの1センチとかね、1センチの UFO もあるんですか、なんか鼻穴に入っちゃうぐらいな小さい UFO とかね、鼻穴に何か入ってるんですか、じゃあ宇宙人とかが1センチのところに、あのまあちっちゃいとね大体その、まあ、無人機みたいな、あの言われ方するんですが、この高知のですねこの UFO このぐらいなんですけども、はいはい、この一連の事件の間に一回ね中からねこんなちっちゃい人たちが出てきたっていう話もあるんです、そういう説もあるんですね、あの見たってねあの言うんですよね、だからひょっとしたらこんなの中から、でもちっちゃいおじさんよく見るって友達いません、またそれ別の話になってきますよね、別なんですかね、いや小さいおじさんもひょっとしたら宇宙人かもしれないですからね、そうですよね、なんか分かんないですかね、正体分かんないですよ、小さいおじさんに編み込みしてもらったみたいな友達よく言うんですよちょっといい話みたいになってきたでも UFO を見たことあるんだよね、あります、あります、それはちょっともう一回教えてもらったらどういうシチュエーションだったの、夕方にあのマラソンの練習してたんですよ、はいはい、一人で、そしたらまあいきなり、いきなりあの飛行機よりも低いんですけど、でもその手の届かない位置に屋根よりもちょっと高いぐらいのところに赤と青のこう光が見えたんですよ、ピーって、はい、えっ、ー、と思って、でも飛行機にしても低すぎると思って、で走って追いかけて、でけあの写真撮ろうと思って携帯取り出そうとした時にもういなかったんですよ、これは三上さん間違いないですね、間違いない間違いない間違いない、やっぱこういうのはよくあるんですか、やっぱりあの見る人はね結構ね何回も見るんですね、でその写真を撮られるっていうね向こうも分かってる、あやばいってパッと消えるわけでしょ、だから意識してるわけですよ、はだからその人に向けて現れた、だからターゲットじゃないですけども、だから見る人はね結構見て、あなんかそうよく聞く話ですよね、見る人はよく見るし、そうね、見ない人は全く見ないという説もあると、そうなんだ、まあ、わかんないですよね向こうのあれですからね、証拠取りたかったねえ、ちょっと今度撮ったらちゃんと写真が自撮りしてくれるお願いしますよ、真っ先に持ってきます、ね、お願いします、はい、ということで UFO を見てまいりました、はいはいはい、では続いて第4位はこちらです、そう第4位は何でしょうか、ノアの発行文明ということなんですけども、ね、はい、旧約聖書とかにね出てくる、そうですね、ではご覧ください、テーマのノアの大洪水と、これはあの聖書の中でですね、あの創世記、まあそれまで楽園だった地上が楽園だったところにですね、いろんな悪がはびこり、で神がそれを怒って地上に大洪水を起こすと、ただしその時にノアの家族と全部で8人ですね、8人だけを人間は助けてやろう、でさらに清い動物だけは助けてやろう、ということで箱骨を作らすことによって大洪水を生き延びると、まあ、あくまでもこれは神話だと、はい、実際にあった話じゃないんだよというのが、まあ、言ってみれば常識というかですね、定説なんですが、実はそうじゃないと、ノアの大洪水というのは本当にあったんだと、その証拠にその箱舟が実は見つかっていると、箱舟、箱舟、まあ、聖書によるとこのノアの箱舟というのはアララト山、アララトの山にこう漂着するわけです、はい、でその山というのは実際にトルコの東の方にありまして、上の方は氷河があって、その氷河の間からですね箱舟の一部が見え隠れ、以前からずっとされ、まあ、目撃されてきて、で実際にこう探検家も入ってるんですね、で箱舟の一部を持ち帰ったりで分析した結果、糸杉でその辺にはないはずの木であると、結構その氷河も溶けたりしてるん で、で一部というか全体がこう露出したりもするんですね、そういう時の実はその航空写真というのもある、まああんな高い山ですからね、そこまで船がですね、そうですよね、行くためには相当な水、水の量が必要ということは明らかに大洪水があったんだと、さあということなんですが、ノアの箱舟どうですかお二人、この説どうだろう、でも本当にあったんでしょうね、私は信じます、ありますからね、あるんですか実際に、で探検家、あの宇宙飛行士もですね、元アポロ宇宙飛行士も言ってるんですね、で結構たくさんのこうあの写真も物的証拠っていうのもある、ある、でも結構説得力はありましたよね、まあね、
というふうにも言われている。でもね、実はね、僕この間ね、あのダーレン・アロノフスキー監督の、まあ、ラッセル・クロウ主演のノア約束の船っていう映画がありまして、はい、僕その時に結構いろいろ調べたんですね、はい、そしたら確かに中国に、それからあとトルコの方に2カ所でこういうような船っぽいものが絶対にありえない山の上で発見されてると、だからどうやらこれはあるのかもしれないというふうなね、ちょっと文献も出てきたんですよね。結構世界中で見つかってるんですよ。アラスカにもあるし、でかい船がなんでこんなところにあるのかっていう。だからこれはやっぱあれですよね、今の先ほどの VTR にもありましたけど、そこのところに生えていない木なんですよね。そうですね、そもそもだってそんな高いところに船があるわけじゃないですよ。確かに、それはありますよね。でしかもね、あの先ほどの映画、はい、映画の中であの映画すごいんですけども、あの地面から水が噴き出るシーンがあるんですよ。 ありました、あれはの結構あの単なる雨じゃなくて、はい、地面から水がダーッと湧き出てきたっていうのは実はあの野の大洪水の重要なポイントなんですよ。あの聖書の中でもそういう記述があるんですけども、だから実際の地球の内部っていうのはまだまだ分からないんで、そういう現象が当時起きていたかもしれないということなんですよね。そういう説がそういう説がある。いやもうね、超ムーですからね。今日は超ですから、超でジェンテルスタイルでお届けしてさあ、ということでじゃあ一旦ですね、お知らせを挟みまして、この後第3位以降のランキング、ググッとムーの世界に迫ってまいります。お楽しみに。さらなる不思議なものがあるかも。Jコムテレビ超 Jテレスタイルです。さあ今日のテーマは超ムーの世界ということで、ゲストは引き続きスーパーガールズから志村さんと田中さんです。よろしくお願いします。そして月刊ムーの雑誌編集長三上さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあそれではランキング早速参りましょう。続いて第3位です。第3位はこちらです。東京の結界。急になんか身近な問題になりましたね。はい、はい、では超ムーの世界よりこちらの映像第3位ご覧ください。東京の結界、はい、って話。まあね、江戸を、ね、作る時、まあ、徳川家康の横にこう天海、結界を張り巡らして強い都にしたなんて話がありますけども、真ん中にこう江戸城があったりすると、まあ、この中でも風水というもので非常にこう大事な方角というのがこの北東、鬼の門と書いて鬼門という方、そして逆側の方が裏鬼門なんて言ったりもしますけども、この北東の位置というと今ね山手線でも上野、そして裏鬼門の位置というと渋谷になりますけども、この上野と渋谷というのは非常に有名な銅像がありますよね。まあ、渋谷というとハチ公、上野というと西郷さんの銅像ですけども、でこれ実はあの西郷さん犬連れてますけども、実は西郷さんよりもあの犬の方が大事だったんじゃないか。この鬼門、裏鬼門にハチ公、そして西郷さんが連れているツンという犬、この2匹の犬が江戸を守る駒犬の代わりをしているんではないかという話を聞きまして、よく言うね、あのスカイツリーなんかも、あ、そうそう、あれもそうですね。あれはこう結界の一部なんじゃないかっていう、そうそうそう。であの高さが634メートル、上の方にあるね日光東照宮と同じ標高になってるとかね、話もありますよね。大きな区画整理をやるときはそれは理由があるわけですよね。都市を良くするとかね、なんか理由が。おかげで今僕らのね、日本も東京も守られているのかもしれないと思うと、ちょっとすごい、これ大変、634メートル、なんと日光東照宮と同じ標高、そうだったんですね。まあ一応634はムーサーシーっていうことでね、やったとかね、本当はあれは666にするはずだったんだけど、東京タワーの2倍ってことでね、でところが634にわざとしたという。はあ、すごい。そうなんですね。しかもこれ東京は結界に守られている。もうあのあれですね、さっきあの山手ぐるっとありましたけども、はい、間にこう中央線走ってますね。走ってます。まっすぐじゃないんですよね、ちょっとこうなってる。おお、そうするとあの丸にこうだって対極図、あらは陰陽対極図のあれに実はなっている。そういうのやってるんですよ、なんか設計してる方々が。秘密裏にやっているかもしれない、かもしれない、という説がね、という説が、面白いですね。すごいですね。はい、さあランキング続いても身近に感じるかもしれないです。はい、続いて第2位はこちらです。パワースポットです。はい、ではご覧ください。東京都内のパワースポットを紹介するコーナーですが、今回は
港区にあります愛宕神社です、うん、まあなんかこう周りに行くと、まあ、出世する出世運が上がるなんて話もありまして、この石段が問題ですよね。出世の石段、出世の石段、80段以上あってめちゃくちゃ急ですよね、うん、であそこを頑張ってあの石段を登ると出世できるなんて話もありますけども、渋谷区にあります代々木八幡宮も有名ですよね、ぜひその中でもお伝えしたいのが、本殿があったらその右側、うん、出世稲荷というね、ものがある場所なんですけども、非常に気持ちがいい場所ということで、うん、和田アキ子さんをですね一回僕お連れしたんですよ。そしたらね、急にこう雄たけびを上げるというなんかこうね、まあそういう場所もあったりもしますんでね、まあここが出世稲荷とも言いますからね、ぜひここもね参拝していただきたいななんて思います。今回は台東区にあります草原寺、別名カッパ寺とも言いましてね、道具なんかたくさん売ってるねカッパ橋なんていう場所の近くだったりもしますけども、江戸時代に遡ると当時浅草一帯こう水はけが悪くって水害が絶えなかったんですけども、天がっぱ商の喜八という人物がですね、自分の資材を投じて水はけ工事を、治水工事を行った時にそれに感動したカッパたちが手伝ってくれたと、実際カッパのミイラが、ミイラ、手のミイラが、あ、見たことありますか？あります、あります。これ事前に申し込みをしておくと、うんうんうん、はい、見られるってことですけど、そうですね、中に入るとね、うん、天井に名だたるこう著名人たち、手塚治虫先生とか水木しげる先生なんかが描いたカッパの絵なんかもありまして、まあ、それも見られるみたいですね。ぜひぜひね、カッパのパワーいただきたい方はこちら台東区の草原寺行ってみてはいかがでしょうか。すごい、なるほど、ね、ちょっとカッパのお寺みたいなのがあるんですね。なんか皆さんはどうでしょう、こう様々なパワースポットで私ここ行ってるとか、田中さんなんかありますか？私は必ず年が始まる年明け、はい、早々に伊勢神宮に毎年行ってます。毎回伊勢行ってるんだ。毎回遠いけど行ってるんですね。遠いけど行ってパワースポットでパワーもらって、ではしごしますいろいろとパワースポット、ちょっと志村さんそれやった方がいいですよ。やった方がいいですよ。やった方がいいですよ。ミレちゃんがやってるんでそこであやかってますすごく。分けてもらってるんですね。なるほどね。でも三上さんやっぱこういうパワースポットやっぱ重要ですか？そうね。そもそも神社がある場所っていうのはもうパワースポットなんですよね。ね、神社があるのにそこがパワースポットじゃないとか、そもそも神社じゃないみたいなね、そういうところに昔からね、昔の人は分かってる。でただ本殿があるだけじゃなくて境内のこことかね、はいはいはい、そういうふうなまた境内の中でもワンポイントここっていうのを探すのが、あとね、僕は島田さんにはですね必ず僕引っ越しする時とか相談乗ってもらうんですよ、でパワースポットがあるところにこう引っ越したんで方角を見てもらったり、そういうのもいいな。そうですね、だから金太郎さんとか千原ジュニアさんとか、はい、バナナマンの設楽さんとか、はい、やっぱその代々木の方に行ってこうダーンとブレイクしたと言われてますよね。そうなんだ、行きたい。さあ、さまざま超無理の世界見てまいりましたが、はい、いよいよ第1位です。1位です。第1位はこちらです。さあ何でしょうか？超能力者です。ではご覧ください。超能力者、例えばユリ・ゲラーだとか中国の張宝鐘だとか孫中林、そういう方々っていうのはその生まれた時からすごい能力じゃなくて見えない師匠というかな、それに出会うんですよ。ユリ・ゲラーの場合にはすごい光に遭遇したっていう言い方するんですね。エイリアン、どうも地球人じゃないんじゃないのみたいなところがある。いずれにしても特に物理的な現象を引き起こすようなレベルの能力者は必ずいる。よく生死のね境をこうさまよった人が生還した時に何か見えるようになったとかっていう話っていうのは、この人間の体にはそういう超能力的なもの、何か見えないものを見えるだとか、その念力を発言するだとかしないようにロックされてるような節が、リミッターというか、なのでその死にかけたりするとそのが外れる。で臨死体験のように生き返るっていうか、蘇生するとそのロックが外れたままで生き返るんで、そういう能力が出てくるんだっていう。修行にしても要は疑似的にそういうふうな体験を、まあ一気にやっちゃうと死んじゃうけれども、ある種徐々に徐々にそういうふうな極限状態に体を持っていくことによって、何かしらのロックをこう外してんじゃないのかなっていうような見方があるんです。うわ面白い。
いやーこれ超能力使えたら楽しそうですね。ねえ、なんかどんな能力とか使いたいですか？あの握手会とかで、あのすごいもうすぐに好きになってもらえる能力。自分のファンを増やしてみたい。ファンを増やす。なるほど、私利私欲に走ってますけど。さあこれ三上さん、はい、実はそうですね、あの事前にですね、はい、皆さんにアンケートをちょっと、はいはい、取ってもらったんですが、こちらですね、はい、ドン、はい、ドン、これ我々全部書きました、はい、これ実はですね、あの、はい、この番組でもやったんですけれども、はい、いわゆるサイキック的な才能があるかどうかという、うん、まあ、ある種そのサイキック敏感者テストなんですね。で、あ、まあ、答えといいますか、うん、早速ね、ここに当てはまる数が多ければ多いほど、はいはいはい、まあ、ひょっとしたら超能力者かもしれないですね。なるほど、僕らは何でもわからないままね、アンケート答えたんですよね、はいはい、さあそれでは見ていきましょうか、はいはい、1番目、はい、黄色と青色どっちが好き、うん、これは青色の方がですね、やっぱり抵抗が。2問目、鏡を見るのは好きですか、うん、これ嫌いな方が、うん、よくね、あの悪魔とかね、うん、そういう風な最近の敏感な方っていうのは鏡をね、うん、嫌うと。僕も好き、うん、ダメですね、ダメですね、はい、で3問目、握手をするとき自分から手を出すかどうか。出します、これはね、出さない方がっていうかね、分かっちゃうんですね、分かっちゃうから、その握手をした時に知られてしまうみたいなところも考えてしまう。でもタレントさんとしてはあれですよね、出さなかったら失格じゃないですか。見れ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 出してない。あの握手会とかも出してくれるの待ってます。ちょっと握手会は握手するための。じゃあどんどんいきましょうか、はい、4番目、野菜料理と肉料理どっちが好きですか、うん、これは野菜の方なんです。まあ、ただ電力系の人はね、肉料理っていうこともあるんですけど、5問目、温かい料理と冷たい料理どちらが好きですか、うん、まあ、冷たい料理、うん、これ結構ね、体温が低い方が結構多いんですね、霊能者とか超能者は。で6番目、体の左右どちらが下だと安眠できるか、ほら右と、はい、これ右と左って結構ね、あの聞き手もそうですけど、結構傾向がある、はい、でじゃあちょっと後であの15までありますんで、はい、じゃあ重要なのをじゃあ1つか2つぐらいにしましょうか。そうですね、特に最後15問 目、暗闇で物が光って見えることがあるかと、これがある、はあ、これはですね、あのやっぱり超能力者の人っていうのは波長、可視光線よりももっと幅広いところで、はい、あの見えるということ。そうなんですね。さあということで、これ実は我々結果が出ましてですね、はい、じゃあ僕から言います、はい、僕は2つしか頭取らない、ほとんど才能がないという。ないんですね、残念、はい、そして私栗林は7つでした。お、はい、結構当たりましたね、はい、志村さんは。私は5つでした、うん、5個、そして、はい、私も7つでした、うん、私と一緒ですね。ということは栗林さんと田中さんがわりかし敏感者である、うん、あらどうでしょうか、これ結構ね、やっぱり、ね、女性の方がですね、うん、こういうの当てはまるというか、あ、まあ、よくね、あの女性の方が勘が鋭いなんて言いますけども、やっぱりあの男と女を比べると女性の方がやっぱりそういう傾向がある。うーん、面白い、面白い、嬉しいですね。そうですね、これ思うのね、雑誌の中にこうアンケートとかもあるんですよね、はい、そうだね、はい、ぜひ皆さんもですね、やっていただきたいと思います、はい、ではここでお知らせです。本日ご紹介いたしました超ムーの世界は現在 J コムオンデマンド大人セレクションで視聴できます。今ご加入いただいた方は利用月とその翌月の利用料が無料となっておりますので、この機会をお見逃しなく。リモコンの VOD ボタンをプッシュし、超常現象や都市伝説などのあらゆる不思議について語り尽くすこの番組をぜひお楽しみください。 J コムにご加入お問い合わせは J コムで検索、またはこちらのフリーコールまでお願いします。受付時間は朝の9時から21時まで、くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします、はい、そしてですね、三上貴晴さんが編集長を務める雑誌ムーは現在最新号の2月号が絶賛発売中ですので、ぜひお買い求めください。合わせてお知らせいたします。はい、さあということで三上さん、まあ、今日は改めて超ムーの世界魅力をですね、うん、お届けしてまいりましたが、はい、最後にじゃあ視聴者の皆さんにメッセージお願いします。非常に怪しい番組です。ということでね、ぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います、はい、三上さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあそれではここからはですね、はい、スーパーガールズのお二人とお話を伺っていきたいと思いますけども、はい、もう結成が 5年目になります。いやすごいですね、はい、どうですか今の心境は。
そうですね、やっぱ5年目なんですけども、でも新メンバーが入ったりとか、結構形が変わっているので、常に新しい気持ちではいられるので、これからもその気持ちを忘れずに頑張っていきたいなと思ってます。これそもそもあれですか、2人がこうアイドルを志すきっかけっていうのは何だったんですか。みれちゃんは、みれちゃん何、私はそもそもアイドルに なりたくてアイドルになっただけじゃなくて、女優を目指すためになんか育成所でレッスンとかをしてた時に、はいはい、たまたまアイドルオーディション、スパガになるためのオーディションやってて、チャンスだと思って受けたら合格したみたいな。そういうきっかけで入ってきたんですね。アイドル本当になろうと思ってなかったんで、自分でもびっくりしました。志村さんは、私はあのモーニング娘さんが大好きで、後藤真希さんが本当に大好きで、この方のようにかっこよく踊りたいな、踊って歌いたいと思ってダンス始めて、それがきっかけで、はい。なんかあの昨年あれなんだって、ちょっと感動した出来事があったんですね。そうです。あのですね、私ハッピーサマーウェディング今かかってる曲がすごい大好きなんですけど、あの中澤さんと、あと何でしたっけ、中澤さんと安田さん、いや本田さんじゃないですか。中澤さんと安田さんの後ろでスパガ全員で一緒に踊らせてもらって、これは嬉しいね。そうなんです、すっごい感動して、しかもハグもしてくださって、やっぱり憧れた人と一緒のステージに立てるっていうのはこれは嬉しいよね。しかも大好きな曲をやれたので、すっごい嬉しかったです。さあということでね、今日はですね、このお二人をお迎えして一旦お知らせを挟んでですね、このスパガの5周年の今までの軌跡を迫っていくということで、秘蔵映像大公開です。お楽しみに、楽しみに。はい、何が出てくるかな、恥ずかしい。さあ、ジェイダレスタイル、本日はスーパーガールズのお二人にお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは早速ですけれども、スーパーガールズさん5年間の軌跡、まずはこちらをご覧ください。田中美玲です。若いなぁ。出身地は埼玉県です。全然違うかも見えない。下手くそ。志村美香です。17歳。京都歌はやばいやばい、眉毛ない。お前なんかフラッと高校生が遊びに来たみたいになってるね。本当に。いやな、多分これ。これどうなの、5年前のやつを見るっていうのは。あのすっごい恥ずかしいです。はい、やっぱりそうなんだね。すごい。いやだってミレイちゃんなんかこの時13歳。そうなんです。中学校。中2ですね。中2か。若かったな。まずどうなの、覚えてる、やっぱこの覚えてます。大変だった。いやめっちゃ大変でした。やっぱミュージックビデオって5分とかじゃないですか、なのにやっぱ1日かけて撮影するのが、もう全然考えてなかったので、ちょっと舐めてました。そしてこちらは頑張って編集ですね。ファーストシングルの頑張って編集なんですけど、めっちゃ寒かったですね。富士山の地元でマイナス4度3度ぐらいのところで、この格好でやってるの、はい、そうなんです。寒くてもっとこうなってたんですよ。カメラ回ってる時はすぐ決めてるんですけど、はい、これ雪、雪、これ見れる、これ私です。でこれが5枚目のシングル、プリプリサマキスですね。おそう、これ海外でグラムでね、グラム行ったんだ、撮影させてもらったんですけど、すごいみんなはしゃいじゃって。そうなんです、撮影だったんですけど、みんな本当に楽しんでます。でも雪山から海までもう大変だ。もう夏から海までもうね。そうして、すごい楽しかったです。電気打った。なるほど。いやこれだからファーストアルバム、それからセカンドシングル、もうねファーストシングルまでもいろいろ見てきましたけど、いや体張ってますね。体張ってますね。寒かったり暑かったり行ったり、いろんなとこ行きましたね。さあそして今日はまだまだあります。まだあるんですか。じゃあ次行きましょう。次はこちらです。さらに次は、あ来た。7枚目のシングル、ハイタッチですね。
僕はきっとこの辺ぐらいから、あの超絶ね、出来たときはお互いお会いしてて、この時だよね、あ、そうだよね、ドラマのね、これペンキを浴びたんです。あら、ミュージックビデオの撮影の時に、はい、あ、これ第2章になって新メンバー3人が加入してからの曲ですね。じゃあ新生ですね、新生ですね、3人が初めてのミュージックビデオだったりとかして、ここ見どころです。これ見どころ、はい、ここ見どころ。めちゃくちゃ攻められてるね。あ、でもこうしてみるとやっぱ成長ぶりがすごくわかるよね、やっぱりね。成長しました。顔つきだったりとか、やっぱ身長も伸びてたりとか、全てにおいてありましたね。変わってきたというね。それでは最後に2015年最新曲ギラギラレボリューションのミュージックビデオをご覧ください。ありがとうございます。はい、最新シングル「ギラギラレボリューション」が2月18日水曜日にリリースされます、はい、ぜひお買い求めください。はい、はい、さあ、まあ、2015年もう2月入りましたけど、はい、今年はどうでしょう、スパガとしてはどんな活動していきたいですか。そうですね、スパガとしてやっぱこの曲を皆さん世の中の方に知っていただくためにリリースイベントとかもたくさんしたいと思いますし、まあ今月じゃない、3月でちょっと後藤彩が卒業するんです。そうなんだ、はい、なんですけど、まあスパガールズ今後も11人で頑張っていきたいなと思うので、いろんなこと挑戦して頑張りたいと思います。はい、こちらね、卒業公演もね、今3月1日ですね、今受付中なのでぜひ遊びにいらしてください。はい、さあということで、じゃあ最後にファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、まあ今発表しました後藤彩の卒業だったりとかもあるんですけれども、あの3月末まではこの12人で頑張っていきたいなと思いますし、たくさんの方にギラギラレボリューション聞いていただきたいなと思います。これからもよろしくお願いします。はい、いやーあのね、ジェイテルスタイルですね、はい、これからも本当恥ずかしい映像バンバン出してきました。やだー、もうびっくりしました。過去の恥ずかしい映像を出していきます。本当にびっくりしました。ひょっとしたらこのデビュー前の映像もね、いやーもうその3分の音が隠れてて飛び出していくかもしれないですね。ということで、スターガールズどうもありがとうございました。ありがとうございました。田中さんでした。ありがとうございます。